父親が殺されたことを知らないひなみと涼子は父親の誕生日プレゼントを買うために外出していた。周囲の中に父親の匂いを嗅ぎ取ったひなみは母親の制止を振り切り匂いのする方へと駆け出した。待ち受けていたのはアモンと父親の確保から作られたクイーン系を持つ窓であった。いい雨ですな。だがこれ以上強く降られるのは困る。はい、というわけで、第6章の方やっていくんですけども、あれですね、笛口1を持った窓さんとアモンですね、まあ悲しいシーンなんですけども、ちょっとお時間をいただけますか。逃げて。これは倒せばいいのかな。あ、ちなみにこのアモンがさ2人いるように見えるの、俺前回当てたアモンをガシャでね、当てたアモンをね、あの強化してパーティーの中に入れました。アモンはねちょっと動き遅いんだけど、まあ攻撃力高いですね。これ多分3発しか出せないんだよな、3と。でアモンの中ね独特のスキル、まあ攻撃スキルがこの一歩大きく踏み込んで相手を吹っ飛ばすみたいな攻撃だから、まあ結構距離感が難しいと。どれだったかな、今のが多分なんか自分の能力を上げるみたいなバフかけるやつだと思うんだけど、この2つ目かな、真ん中の攻撃ボタンですかね、矢印みたいなのが出てるやつ、あれがそうこれだね、これこれこれ、この間合いならってやつ、これが結構距離感難しいと。当てるのミスったりするんですけどね、時々敵に詰めた状態だとダメだから、これぐらい離れてここからよし、そうそうそう、こういう感じ、こういう感じ、やばい、こういう感じで撃つと。おしまい。クイーン系でかくてかっこいいですよね。さて、これはまあただの雑魚敵界かな。せい。まあだいぶね強化したんで、3人ともね、今この月山と窓明とアモンはもう今の僕のランクで最大まで強化できるところまで強化したんでね。よい、よいしょ。このホロを両手につけたみたいなこのカグネ、あれクイーン系なのかね、カグネなのかちょっとよくわかんないけど、なんかね若干ね、こいつクインクスじゃねみたいなやついるんですよ時々、オリジナルの。いやこいつ完全にクイーン系じゃなくてクインクスだろみたいないるんですよね。能力上げるやつ使って、これ能力上げるというか回復も、回復もあれな、含めてるな。で一旦下がって踏み込んでドン。あー、そっちじゃないんだよ。雑魚的な方にあれですね、タゲがいっちゃいましたね。今雑魚的に使うような攻撃じゃないんだが、オッケー、ランスみたいな。よし、じゃあ6の3いきましょう。これは防衛かな？ 2 分間の防衛なんだろうか。めっちゃ湧いてくるんだけど。三国無双。湧きすぎ。ちょっと食らわねえやつもいるよな。
ほら。せい。ちょっと月山ぐらいに変えてみようか。アキラに変えてみようかな。キメラクイーン家。早いな、アキラは動きが。こっちだけでしか湧いてないのか。アキラの攻撃用スキルはこれが、あ、だいぶ削れたね今の。アキラ強いな。今だいぶ削れなかったか一瞬で。路地から逃げ出したひなみは泣きながら走った。ひなみと出会った金木はすぐに緊急事態だと悟る。金木はひなみを連れ涼子のもとへと向かった。お兄ちゃん、お母さん、お母さんが。場所は行こう。涼子さんのもとへ行くんだが、こっちかな。まあこの6章の最後はあれかな、マドさんと、あ、でもアモンになるのかな、展開的に。どうなんだろうか。セイセイ上げて、雑魚敵はね一瞬で、あ、でもそんな一瞬でもない、硬いな。あー、やばい、今ミスったね今の。時々ね、その距離詰めたまま使うとね、スカブリをしちゃうんですよね。てかあれだな、堂島じゃなくて二刀蔵がいいな。いや、あのランスのやつめっちゃガードしてくるやんけ。あ、やべ、また雑魚的にヘイトがいっちゃった。雑魚的片付けてからの方がいいな。あれ、よっと終わり。これは星3ついかないような気がする。あ、行ったわ。じゃあ6の5に行きましょう。路地裏、これもあれか、またウェーブか、ウェーブを耐えしのげみたいな感じかな。せいせいせい、切り落とす。お、来た来た、出た。うわ、なんかすげえすげえカグネがいるな。虫みてえなんだけど、全然強くない。これちょっとさ、恐怖映像っていうかあれじゃない、こういうハスコラとかが無理な人ってこれちょっとあれなんじゃないかな。俺も若干気持ち悪いんだけど、これ鳥肌止まらんかもしれん。雲とかさ苦手な人いるじゃん、ああいう類だと思うんだけど。やべ、相手の攻撃食らっちゃった。ああ、やばいやばい、これやばい。ああ、はめられてる。おれい、じゃあ6の6で。最近あんまあれだな、話が進まなくなってきたな。一生ごとに全然話が進まねえ。切り落とす。
オッケー、次行こう。サクサクだな。パーティーメンバーが強いからめちゃくちゃサクサク進むようになってきたぞ。ほいほいほい。切り落とす。あ、回復してんのかなこれは。出た、また君か。あいつね、ガードするんすよね。まず雑魚敵片付けて、じゃないとタゲ持ってかれるから。おら、あ、外したかな。おしまい。ほら、おしまい。あー、くそ、おしまい。よいしょー。70秒以内にクリアしないといけないのか今のとこ。じゃあ6章のラストですね。到着した金木は隠れて様子を伺っていた。金木にできることは惨劇をひなみに見せないようにすることだけだった。いや、これ守りきったとしてもさ、待っているのは。第7波まであるのかな。これが今第3波。せい。オッケーオッケー。これが第4波。まあこの鎌のなんかよくあ分かんねえ、あれだね。食い気持ってるやつは余裕だね。ランスのやつがちょっと鬱陶しいけど、まあ負けることはないでしょうと。で、これでラストかな。お、最後のやつが出てきたぞ。切り落とす。あ、やっぱあいつガードするね。ほら今のアモンの踏み込み攻撃はさすがのこのランス野郎でもガードはしきれないと。ひっくり返っちゃって、はい、ということで、どうしようかな。ちょっと7章もやりますか、せっかくだし。あんま進まなかったからちょっと7章もやりましょう。追い詰められた涼子はひなみに生きてと願いながら窓のクイーン家で首をはねられ殺される。事のあらましを聞いた東花は一人で捜査官への復讐を決行する。いやー、首はねられた後かい。せっかく守ったんだ、思ったんですがね、私は。よいしょ。今回はあれだね、サポートにトーカがいるね。いや、トーカ欲しいな。オッケー、サクサクやな、4人おったら。早い早い。ほら、なんか出てくるか、ここで。アーモンか。あ、BGM 変わった。
お、マジか。全員スタン刺されたわ。いやでもあの範囲を避けるのは難しそうやな。てか俺の動きとシンクロしてら。やばい。いやー厳しい。今のスタンを避けようと思ったらどうすりゃいいんだろうか。足の速いやつしか無理だな。オッケー。え？ちょっと待って、いきなりすぎるんだけど。お、待って、どあ、銃像いる。ちょっと待って、なんでいきなりフクロウがいるんだ。え、全然わからんかったけど、まあ、とりあえずやりゃいいんでしょ。すみません。なるほどなるほど。これ大砲破壊しろってことか、もしかして。そういうことだろ。 OK。 いやそれはね、さすがに余裕だよ。いやー、うわー、ジェイソン振りま、待って、銃像が常に、ちょっと待って待って、やばい、強すぎる。待って、ちょっと待って、これを使わざるを得ないわ。銃像強すぎる。待て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 、倒したけど HP 半分持っていかれたんだけど。なんだ銃像の攻撃、やばすぎだろ。銃像の攻撃強すぎた、やばいなあれ。これはとりあえず倒したらいいだけかな。ウェーブとかは関係ない、とりあえず早く敵を倒して、あれか、死ななければクリアできるな、これは。やべえ、あれアイスじゃんこれ。名前忘れたわ。ジェイルで出てきた誰だっけ、あれ名前忘れちった。いやジェイルじゃねえわ、あれかな、あのグルカルの海外グルのあれかな、下りで出てきたあれか。懐かしいな。なんていう名前だったか忘れちゃった。 Q が男だから、こいつの名前忘れちゃったんだよな。このキツネのあれでしょ、面かぶったやつじゃないの。そろそろラスト、あ、これラストかな、これ急じゃね。懐かしの海外グルじゃね、これ。やばい、強すぎる。ちょっと待って、こいつの攻撃パターンがわからん。
よし、74行きましょう。ある夜、トウカはヒナミが部屋からいなくなっていることに気づき、カネキと一緒に彼女を探し回っていた。ヒナミの叫び声を聞いたトウカは声の下方へと走り出す。そんなトウカの後を追うアモンの姿を見かけたカネキはマスクをつけ、アモンの行く手を阻む。河川敷の決戦になると思うんだけど、で、トウカはあれだよね、下水のどこでマドさんと戦うんだけども、これは先にあれかな、アモンの方なんだろうか。あ、ちょっと硬いね、やっぱり。こいつが若干硬いような気がする。オーケー、あー左か。こっちに進んで、ちょっとこう突き山にしよう。やべ、突き山だとめっちゃ速く感じるんだけど。突き山だと攻撃がめっちゃ速く感じる。ただやっぱ一発一発はあれかな、弱いのかな。エッセンシャル。嘘つけ、こんな桜が咲き乱れてる場所で戦ってなかったぞ。世界は間違っている。歪めているのは貴様らだ。違う、間違っているのはこの世界じゃない。確かに道を誤ったクールもいる。今ちょっと月山が勝手に割り込んできたけど、全てのクールがそうなわけじゃない。もっと知るべきなんだ。人間もグールも世界を歪めているのはグールだけじゃない。あなたもだ。世界を歪めているのはグールだけじゃない。いけないな。あなたもだ。逃げてください。このままだと僕はあなたのことを殺してしまいます。ふざけるな。グールを前に背を向けるなど。なるほどね、死ぬぜお前。エッセンシャル。お、やべ、強いやー、これやっぱこのアモンのさ、全方位スタンはどうやって受けるのかわかんねえな。オーケー。あれ一人だぞ。あー、これか、出たよこれ。難しいんだよね、しかもアモンか。手足をもがれても戦え。あら、クラッチした。おーおお、危ない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 、マジか。お、マジかこいつ。ちょっと待って、見つかってた。すみません。これ見つかってないのが沼すぎるだろ。
ザルすぎる。警備がザルすぎる。多分次で窓さんとの戦いになると思うんだよね。遠くからピストル撃ってくるやつがね、案外鬱陶しい。あいつにヘイトを持っていかれて踏み込みの一撃を放てない時あるわ。全員クラみたいなの持ってんな。また君か。オッケー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 。吹っ飛ばした後、相手がさ空中で硬直するのは何なんだ。セイバフかけて、やっぱ回復だね。あれはかなり持続して回復してんだね。でラストと、多分窓さんだよね。小学校そばの川辺に駆けつけた桃花が見たのは、死んだ母親の腕を抱くひなみの姿だった。それはひなみをおびき出すための窓の罠だった。激高した桃花は窓に飛びかかる。窓が桃花を殺そうとした時、ひなみのかぐねが窓に襲いかかった。やば、すげえ。あ、ひなみいるじゃん。いきなり窓さんか。じゃあお前はいい材料になりそうだ。やべえ、増え口1持ってるわ。2は、2もあれ、トウカさん。ちょっとトウカさん大丈夫ですか。やべえ、あいつソニックウェーブ、うわ、増え口2出しやがった。ちょっとトウカさん、トウカさん、とか寝てんな。完全にスヤーしてるわ。うまいこと動けん。ちょ待って、うまいこと動けん。よいしょマドさんの笛口には出した方向からの攻撃を防げるけど、後ろからの攻撃はこれ防げてないでしょ。絶対防げてないでしょ。ほら、ひなみは窓にとどめを刺すことを拒んだ。なおもひなみを狙う窓の首筋をトウカが切り裂く。その後ひなみはトウカと一緒に暮らすことになり、少しずつ以前の明るさを取り戻していった。あの悲劇を受け入れながら、悲しいけれどそれでも生きていかなければと、みんな必死に元の生活を取り戻そうとしていた。争っちゃいけない、奪い合っちゃいけない。人間もグールも、どうすれば人間とグールは理解し合えるのか。悲しみの連鎖を断ち切ることを金木は一人決意する。
はい、というわけで第8章青霧って書いてるんで、今から青霧編がスタートするっぽいですね。というわけで次回からは8章を進めていきたいと思います。お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。